さまざまな人たちとの交流が想像力を刺激する。遠く離れた場所での特別な体験が五感を解放する。人生の大切なことを知り学びながら生き方を見つめ直し、そして深めていく。さあ、自分という広大な世界を旅しよう。Here there。毎月、東京やその近郊で幅広い年齢、職業、趣味嗜好を持ったメンバー同士の交流や新しい体験ができるワークショップをプロデュース。インスピレーションを高め、新たな学びが得られます。毎月いろんなテーマを設定し、全国各地で数泊の体験プログラムを実施。その度その土地でしかできない特別な体験によって自分らしい生き方を見つめ直すことができます。またリモートワーク環境も充実。いつもとは違う場所で働くことで新しいアイデアが生まれるかも。ゼアは例えば和歌山ではこんなプログラムをご用意しています。太古の昔より蘇りの地と言われる熊野、世界遺産として有名な小道を歩きながら自分と向き合っていく。さらに本宮大社へ、ありのままの自分を見つめながら心を少しずつ整えていく。自然豊かな環境で快適に仕事ができたり、リラックスして読書を楽しむ時間もあります。正解がないと言われる現代、座学ではなく様々な体験による学びを通じて問いを生み出す力を養っていく。働くとは何か、自分とは何か、これからを生きるための本質がきっと見えてくる。 Here there 生きるを学ぶメンバーシップ。皆様こんばんは、大変お待たせいたしました。お時間となりましたので、本日のイベント、地域で見つけたキャリアと理想のライフスタイルの両立、
ワーケーションでデザインする自分らしい生き方働き方、地方探訪鳥取編を始めたいと思います。私、本日の司会進行いたします株式会社 HIS 法人セールスマーケティング部の三橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をさせていただきます。学生時代に東南アジアで教育ボランティアをやっていた経験から、入社時にはアジア専門店に配属となり、その後スタディーツアーデスクへ移動、6年間の在籍の中でサステナブルツーリズムの企画、手配、PR、天井などを担当し、昨年の11月から現在の部署で法人向けの商品企画を行っております。ワーケーションはまだまだ初心者なんですが、世界や日本の各地域から持続可能な社会と個人の在り方を学ぶ中で、自分らしい生き方や働き方を常に考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに本日のスケジュールをご紹介いたします。第1部では一般社団法人キリンの町観光局事務局長の石塚康弘様による基調講演、ワーケーションを切り口に考えるこれからの人材交流のあり方をお届けいたします。第2部では実際にワーケーションを実践する3名のゲストの方を招いて、ワーケーションから見る新時代の働き方、地域、企業、個人がどう向き合うかをテーマにパネルディスカッションを開催いたします。最後に質疑応答と J マム社が推進いたしますラーニングワーケーションプログラムヒアツアーのご紹介とモニターツアーのご案内を行い、全体で1時間30分を予定しております。続きまして、本編に入る前にですね、本日のイベントの趣旨とゴールを皆さんと共有したいと思います。本日は HIS が主催するワーケーションイベントの第2弾です。前回は導入編としてワーケーションのプロフェッショナルと言えるような方々にゲストとして登壇をいただいて、どんなふうに実践しているか、これから企業や個人はどう新しい社会に向き合っていくべきかを語っていただきました。今回も引き続きワーケーションを切り口に、これからどんな社会がやってくるか、個人、企業、地域にとってどんな可能性が生まれるかを紐解いていきたいと思います。改めましてにはなりますが、ワーケーションとはワーク、仕事とバケーション、休暇を組み合わせた造語で、リゾート地や地方などの普段の職場とは異なる場所で働きながら休暇取得を行う仕組みのことを指し、新しい働き方の一つとして注目を浴びています。とは言ってもまだまだ日本では新しい言葉という部分もあり、その定義は非常に曖昧なところがあります。実際ワーケーションと一言に言ってもイメージするものは皆様それぞれ異なるのではないでしょうか。最も皆様がイメージやすいのはきっと福利厚生やライフバリュー向上を目的とした休暇型のワーケーション。しかし他にも人材育成を目的とした研修型のラーニングワーケーションや、チーム力を上げたりとか会議の質向上を目的としたオフサイトミーティング型など多岐にわたっています。今このワーケーションにはさまざまな立場において多様な意味合いでの可能性を期待されているんですね。実際どこに紐付けされる立場としてこのワーケーションを捉えるかで探求の仕方や関心の仕方も変わってくると思います。その一つが個人におけるキャリアも人生も諦めない自分らしいライフスタイルをデザインするツール。前回は主にこの点に注目をしてお話をしたんですが、今回は新しい働きの場、可能性の場として注目が集まる地域サイドに焦点を当てて、多様な目線で深掘りをしていきたいと思います。ということで長くなりましたが、ゴールはこちらです。一つ目に理想の働き方、生き方を形にできるワーケーションに出会うこと。ワーケーションの多様性や柔軟性を知って、また同時にこれから来るかもしれない未来をイメージする中で、自分自身が最もその良さを体感できるワーケーションや働き方は何かを考える機会になると嬉しいです。二つ目に、旅に出る準備を始めること。コロナによって旅もまた形を変える必要があります。
訪問者は今まで以上に、体調や事前調査、現地を尊重することなど準備と心構えが必要になります。働く場所や学ぶ場所が自由になることで、旅が非日常から日常へシフトし、暮らすように旅するがもっとメジャーになっていくと私たちは考えています。今すぐにではなく、これからというところでちゃんと準備をしていきましょうという回です。今日深掘りする地域は鳥取県です。日本列島本島の中国地方北東部にある鳥取県、東西120キロ、南北約20キロから50キロの細長い形をしています。皆さんの鳥取県のイメージは何ですか？鳥取砂丘、梨、鳥取の魅力なんかも聞いていけたらと思います。第2部はパネルディスカッションを行います。テーマはワーケーションから見る新時代の働き方、地域、企業、個人がどう向き合うかです。それでは早速3人のゲストの方をお呼びしたいと思います。引き続き石塚さんにもご参加いただきますので、マイクとカメラまたオンにしていただいてお願いいたします。では、ゲストの方をお呼びしたいと思います。お一人目のゲストの方ですね、株式会社ダブルノット代表取締役の高林勉さんです。よろしくお願いいたします。高林です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きましてお二人目のゲストの方をお呼びしたいと思います。株式会社 C7 はやぶさ、代表取締役の古田拓也さんです。よろしくお願いいたします。古田です。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後の方をお呼びしたいと思います。国内金融 IT 系企業システムエンジニアの姫野洋平さんです。よろしくお願いいたします。姫野と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回ご登壇いただく皆様は、実は姫野さん以外はワーケーション実践者というわけではないんですが、地域発のイノベーターの皆さんと一緒にこれからの働き方とか地域とのつながり方なんかを語っていけたらと思います。それでは皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。では質問に移りたいと思います。9.1 のパネルありがとうございます。9.1、自己紹介をお願いいたしますというところなんですが、こちらはですね、お一人様 2,3 分程度でどんなお仕事をされているか、どんな働き方を普段されているかなど簡単に自己紹介をお願いいたします。では、高林さんからお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、ダブルノットの代表をします高林といいます。いろいろ経歴、書かせていただいておりますが、私実を言うとまだというか妻と子供2人を東京でいます。それで今私単身赴任で、ふるさと鳥取で3年前に起業した、会社をやっております。インターネットの通販事業を、この鳥取のいろんなものを県外とか海外に販売するというところのご支援をしている会社でございます。なので私自身実を言いますと、平日は鳥取、休日は東京というところの2拠点生活をして日々過ごしております。残念ながらコロナになってしまったので、実は3月以降その生活はしてないですけど、またその生活を復活したいかなと思ってます。そしてうちの社員もやっぱりインターネットの通販をやってますので、30代から40代は実は女性たちが多いんですよね。これ写真にも出てますが、女性たちが、インターネットの通販ネット店長として日々頑張っています。ですので店長たちも、自宅で仕事をしたりとか、ここの会社に来たりとか、まあ、そんな、ある意味近いところのワーケーションというみたいな形、デュアル生活をしている人たちが多いという会社をやっています。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。地域発のイノベーションを起こす高林さんには、ボーダレスに活躍するにはどうしたらいいかとか、さまざまなヒントをお伺いできそうだなと思っております。ちょっといろいろ言わせてもらいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて古田さんお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。私はですね、鳥取出身なんですけど、数年前まで東京の方で広告とかデザインの仕事をメインでやっておりました。で、2017年ですかね、地元鳥取の方に戻って、その頃は2拠点で鳥取と東京を、2拠点で行き来しながら、鳥取の方で地元の同級生と株式会社取り組みという
会社を立ち上げて、で、このはやぶさという地域で、まあ、町づくりですね、そういったようなことをやりながら、まあ、飲食業とかそういったことをやりながら、働いておりました。で、今はですね、株式会社 C7 はやぶさという会社を立ち上げていまして、はやぶさ地域の廃校になった、小学校を、まあ、活用して、コワーキングスペースとかシェアオフィスというようなものを運営しておりまして、まあ、このはやぶさという地域でチャレンジが、生まれる場所として日々運営しております。で、働き方としましては結構、東京と鳥取行ったり来たりしながらやってました。で、高林さんと同じくコロナになってからはちょっと東京の方にはあまり行けてない状況ですけど、まあ、そういったような形で、働いております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今ちょっとお写真に出ているものがはやぶさラボの、はい、そうです。ありがとうございます。はやぶさラボはですね、まあ、地域の、方々がこう集まる場所にもなっておりまして、こう地域コミュニティと、まあ、あと、IT とか、デザインとかをやっているさまざまな企業、今14社が入居しておりまして、そういったビジネスコミュニティと、まあ、2つのコミュニティを共存させながら、こう新しい街のコミュニティを生み出すという、まあ、複合施設を、やっております。はい、ありがとうございます。なんか学校がオフィスってすごいワクワクするなと思いますし、はい、普通のちょっとオフィスとは違う、その子供が遊んでるとかもまた面白いなと思っておりまして、まあ、まさに背景が違う人同士のこう掛け合わせが生まれる可能性を知っている方だと思いますので、まあ、ワーケーションと、まあ、ちょっとそのあたりも合わせていろいろお伺いできたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。では最後、姫野さんお願いいたします。はい、こんにちは、姫野と申します。私はですね、普段東京の方で普通の会社員をしてまして、仕事は IT 系の、まあ、企業にはなるんですけれども、デスクワーク のオフィスに行って仕事をするようなのが普段中心の仕事になってます。で、テレワークの制度があってですね、そんなに使われて頻繁に使われているものではないんですけど、制度自体はあって、私もたまにはやってました。で、今回鳥取県にご縁があってですね、仕事をしながらワーケーションとしてテレワークをするっていう機会があったので、まあ、ちょっと試しに行ってやってみようというところで今回させていただきました。普段は私は神奈川の方に住んでいてですね、もともと自然志向があって、土日はどっぷり映ってるのが借りてる畑の ところだったんですけど、まあ、そういうところでやったりですねしてます。今映ってるのが今回実際にワーケーションでやったホテルのロビーですね、借りしてやったのと、週末その終わった後はもう切り替えて砂丘に行ったりカニ食べたりっていう、もう旅行と仕事両方ともきっちりやりたかったんで、ちょっと欲張って、やってきましたというところです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回唯一の鳥取県でのワーケーションの経験者の方にもなりますので、先ほどのこうトライアルっていうところもぜひちょっと聞いてみたいなと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。今日はですね、実はちょっとリハーサルでもこう皆さんといろいろお話ししていて思ったんですが、鳥取色がすごく出るような、途中からまるでこうお酒の場みたいな楽しい感じになっていくかと思うんですが、こうバシバシと忖度なしの辛口トークを繰り広げていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、次のパネルをお願いいたします。 9-2、鳥取県でワーケーションする良さって何だと思うというところなんですが、すごくすいません、単刀直入な質問ですね。ちょっとだけご説明をしてから聞きたいと思います。ワーケーション自体が非常に多様な解釈があって、先ほどの静香さんの話にもあったように本当に多様で、地域、企業、個人それぞれの立場でこう意味合いっていうのは変わってくるとも思うんですが、例えば東京の Wi-Fi バッチリ、個人の空間が確保されるコワーキングスペースとか、軽井沢のとっても快適な避暑地とも違う鳥取県でワーケーションする良さって何だろうっていうのを聞いてみたくて、まあ、ワーケーションと限定するとちょっと難しいかもしれないので、まあ、鳥取で働く良さでもいいかもしれないです。じゃあまずはですね、こう首都圏や他の地域ともつながりながら
鳥取県で生き働くことを選択した、まあ、古田さんとかにちょっとこの魅力や価値を実感されてるんじゃないかなということでお伺いしたいんですが、古田さんからよろしくお願いいたします。はい、まあ、ワーケーションの良さというところで、まあ、すごい難しい質問が初っ端から出てきてますが、まあまあ、僕はたまたまあの地元っていう場所だったんで、生まれ育った町だったんで、まあ、ここを選択をしております。でもですね、まあ、仕事自体は結構全国いろんなところの自治体に行かせてもらったりとか、まあ、いろんなことやってきたんですけど、まあ、一個はやっぱりあの僕自身の経験からすると、ずっと東京で働いている時よりも、まあ、鳥取だったりとかその地方都市にこう滞在して、働くことで、なんかその頭がこうフラットになるというか、リフレッシュできるというか、まあ、やっぱりその東京の方でこうガリガリ、ね、こう経済市場主義にこう飲み込まれながらやっている時と、まあ、やっぱり時間軸も違いますし、こう感じることも違ってくるので、なんか自分の中でこうそういうマインドをリセットできる場所が結構地方だったなと思ってます。で今はまあ鳥取の方に完全移住してるんですけど、で、まあ、僕ら今コワーキングスペースとかシェアオフィスってものをやってるんですけど、まあ、東京の方でもそういうののプロデュースとかの案件をやったりとかしてたんですけど、やっぱりその東京のコワーキングスペースとかとはやっぱり圧倒的にその地方のコワーキングスペースってやっぱ違うなと思っていて、まあ、働く人も違いますし、あのそこを使う人々もすごい違う多様な人たちがいるので、まあ、なんかその東京では出会えない人とかにこう出会える楽しさとか、まあ、あとあの鳥取みたいにこう人口が少ないとあのすぐ人を紹介してくれるんですよね。なんか人一人返したら鳥取銀行の頭取に会えちゃうみたいな、人一人返したら大体知事に会えるみたいな、なんかそういうレベル の地域なんで、すげえ、まあ、仕事を本気でやろうと思ったらやりやすいですね。はい、そういった良さはありますね。はい、西塚さんもすごくうなずかれてましたけど、感じますか？その通りですね。本当みんな友達なんですよ。今日の、ね、パネリストの古田さんとか高林さんとか、実はねこれビジネスパートナーなんですよ。私の後ろの背景にありますこのロゴって実は古田くん作ったりとかねしてるんですよ。で先ほどちょっとねライブで Q&A 入ってたんですけど、あの370年のキャラクターって実はこのキリンの町のキリン獅子が370年前から続くキャラクターなんです。某アヒルとは違って370年の歴史があるものですね。ちょっとごめんなさい、そっちの Q&A になっちゃって。はい、進めてください。ありがとうございます。タコバイさんどうですか？やっぱし今実言うと私も古田さんすぐそこにいるんですけど、同じハヤブサラボで今中継させてもらってるんですけど、あの特にこういうところで働いてると、あのどうしても私もずっと IT 系の企業東京でずっとやってたこともあるんですけど、 IT 以外の人と簡単に出会えるんですよね。もちろん知事も実を言うと私のことを知ってくれてますし、あの知事が会うと私の事業まで知ってらっしゃるんですよね、どんなことをしてるかっていうの、まあ、それぐらいある意味ちょっと尖っていって目立てば知事も覚えてくれるっていう距離感にあるので、まあ、そういったところはいいんですけど、あとやっぱり他業種ですよね。他業種の人とすぐ会えるっていうのは非常にいいと思いますし、ビジネスの展開を広げていく、例えばその実証実験をやるフィールドとかって今私もいくつかお仕事してるんですけど、東京ではなかなかできない実証実験をパッとやれる、これは多分鳥取のいいところだと思いますよね。いいですか、こんな感じで。すごくいい話ばっかりしましたけど ありがとうございますなんかちょっとそれを聞くとこう自分できるのかなってハードルを高く感じる方もいらっしゃるかと思うんですが、意外とこう入っていったらもうせざるを得ないような感じになるんですか？どんどん次に進んでいく、結構速いスピードがみたいなのも、あの両極端だと思いますよ。私は正直言って東京と一緒に仕事をしたいと思ってるんで、東京のスピードについていきたいと思ってる派なんで、そういった今引っ張り上げていくっていうことをずっとやってるっていうことを意識してますよね。ただもちろんゆっくりするスローライフっていう生活も共存してる、それが近くに共存をしてるし、頑張ってるやつも、まあ、頑張って早くやることを頑張るっていう言い方はありますけど、私みたいな働き方をしてる人も含めてみんなで共存できるっていうのは、まあ、地方とか鳥取のいいところでしょうねと思いますね。ありがとうございます。じゃあちょっとここでですね、あの今回のちょっとレアなキャラクターになりますが、姫野さんにも、そもそもなんで姫野さん今回鳥取、たくさん
あちこち多分モニターとかやってたかと思うんですが、鳥取を選ばれた理由って何かあったんですか？そうですね、あまり鳥取に行ったことないから行ってみたかったっていうところもあるんですけど、やっぱり人がたくさん多すぎるところって、普段東京してで仕事しててもそうなんですけど、あんまり気持ちとかですね変わんないかなと思ってまして、ちょっと人が少なくても場所も全然違うところで仕事してみたら、ひらめきとかちょっと思いつくこともあるんじゃないかなっていうのをちょっと期待して選んでみました。実際どうでした？なんかこうやってみて、あ、ぜひちょっと次のタームで結構詳細はお伺いしたいんですけれども、そうですね、次にどうかな。ありがとうございます。はい、何かこうやって、そうですね、外部の方が来ることで地域の人にとっても何か変化ってあったりはするんですか？例えば古田さんとかこういろんな方とお会いしてるかと思うんですが、はい、はいはいはい、あでもやっぱりこうありますね。で僕らのところもやっぱその入居企業さんも結構県外の企業さんも多いですし、ここを立ち上げる、このはやぶさラボを立ち上げる段階でさまざまなそれこそ企業の方々が来ていただいたりとかしてやっていくんですけど、地域の方々もこう町が新しく変わるんじゃないかとか、新しい課題解決ができるんじゃないかとかってい こう前のめり感とか、例えばその自動運転とかも実証実験やったりしたんですよ、八頭町ってソフトバンクと組ん でそういう時とかもやっぱその地域のおじいちゃんたちは最初はなんか東京もんが来たぞみたいな感じだったんですけど、やっぱりちゃんとその丁寧に挨拶してこういうことやるんですってやると、村のなんか神社に横断幕を作って未来の自動運転ようこそみたいなのとかやってくれたりとか、なんかそういうのもあったりとかするんで、なんかあれどういう質問でしたっけ？いいですね、あったかいですね全然はい、今みたいな感じで大丈夫です、はい、だからここまでが、あ、はい、どうぞどうぞ。で、結構うちの方で良かったのは、なんかその県外とかから来る人とかも増えて、例えば地域の方々がこう、一番大きい例で言うと起業したりとか、あとそういうイベントをやって、ようこそパーティーじゃないですけどやってくれたりとか、なんかそういうのでこう地域の刺激もやっぱ増えてるなとは思いますね。はい、ありがとうございます。ちなみに今ここまでが結構こうビジネス的な見方だったかと思うんですけど、こう実際こう例えばリフレッシュできるとか、こう環境がいいとか、ストレスフリーだとか、なんかそういう鳥取ならではの良さとかもあったりしますか？首都圏と働く違いというか。これは石塚さんとかどうでしょう？これね、ぜひね、姫野さんが鳥取で経験されましたんで、ストレスどうだったかなって逆に聞いてみたいところなんですけど、いかがでしょうかね？そうですね、私がいた時ってホテルのちっちゃいロビーで仕事させてもらったんですけど、そこにも人が全然いなくて、でその後ですね、仕事終わらせてすぐ歩いて 1,2 分のところに飲みに行ったんですけど、駅前の商店街なんですけど、商店街に全然人がいなくてそれいいか悪いかってなるんですけど、もう店も選び放題、並ぶこともないし、もう決めたらすぐ動けるんだなっていう、そういう意味のストレスは全くなかったですね。っていうのは東京としてはいると全然感じない、すごい新鮮でした。ありがとうございます。でも実はそれが魅力だったりするんですよね、これの地方の。本当によくある、去年からね、例えばなんとかパスとかなんとかペイとか流行るんですけどね、実は鳥取で一番流行ってるパスがあるんですよね。鳥取はスイカとか使えないんですよ。でも一つできるのがね、顔パスっていうのがあって、もう大抵のところ顔パスでお金払わなくても OK っていうのもあるんです。すいません、ちょっと脱線しちゃって本当ですか？本当にお金払わなくてもいけますか？後でね、回ってきますけどいいですね、面白いです、ありがとうございます。ちょっとお時間が来てしまったので次の質問に移りたいと思います。では次のパネルをお願いいたします。ありがとうございます、続いてですね、ワーケーションの浸透にはやっぱり企業が動かないと難しいものなのかっていうところなんですが、これもちょっとご説明をさせていただくと、前回のイベントがですね、実はアンケートや質問に一番多かったのが、
ワーケーションを社内で展開するときの規定やポイントはとか、まあ、通常通りの仕事を旅先でするとなると集中力や効率、仕事環境の面でパフォーマンス落ちませんかとか、あとはちょっと自分的に意外だったのが上司や周りの方への説得はどうしたのというご質問が多かったんですね。なのでこう企業は制度としての導入とか、まあ、労務とかにハードルを感じていたり、まあ、個人 もう誰かにこう後押しをしてもらったり、あとは保証、まあ、お金の面とかも含め押してもらわないと取り組めない状況なんだろうなっていうのを、まあ、ちょっとこう旅先で働くなんてっていうネガティブな印象が実はちょっと多かったんですね。まあ、ここはそしたらそうですね、初めにこうどこでも自分が働けるかという面白い実証実験をされた姫野さんに実際どうだったかというところとかをお話しいただけたらと思います。はい、そうですね、ちょっと今回私やったときに働いてるところが確かにテレワークの制度はあったんで、テレワークをするっていうことは全然まあ、みんなに言えるんですけど、まあ、それも大体自宅でやることを前提にしているような、まあ、ところが結構あったんで、まあ、鳥取でやりますっていうのが正直あんまり言いづらくてですね、で今回黙って行きましたちょっとこれオフレコというかグレーゾーンかもしれないですけど、別に鳥取に行くとも言ってないし自宅でやるとも言ってない、テレワークをしますっていう。で結果としてはテレワークで行って普通に仕事したんですけど、誰にもバレずにというか分からずにやりきって、で月曜日金土日月といって月曜日途中で帰ってきたんですけど、それも朝から午前中は鳥取で仕事して、昼休みをちょっと長めに取った体で用事があるんで何時まで抜けますって言って、でその抜けてる間に飛行機で戻ってきて戻りましたってことをやりました。で夜まで普通に今度はオフィスで仕事しましたすごいです。ってことはさっきの質問にあったみたいな上司や周りの方へのこう何かある言いましたかっていうのも、アンサーとしてはこっそりですね。でも逆になんか言わないと調整できないようなやり方だと長続きしないのかなっていうのもあってですね、別にどこでやってても同じ仕事できるんだったら別にやるところこっちで決めてもいいじゃんみたいな、ちょっと自分勝手な感じでやってみました。いやすごい面白いです。実際多くの人が、まあ、こう企業が先に立つものだっていう、まあ、意見をおっしゃる方が多いんですけど、実際地域の皆さんどう思います？ワーケーションはまずはこんな風にやった方がいいんじゃないみたいなものっていうのは、高林さんとかどうですか？はい、ワーケーション、まあ、だから結局多分ワーケーションやる前に、まあ、仕事にもよると思いますけど、オンラインで仕事ってできるじゃないですか。なので私は東京にいながら例えばちょっと鳥取の仕事をしてみるっていうこと、これ鳥取の人たちも求めてるんですよね。まあ、業務によってもデザインだったりとか、うちで行くと、あとはちょっとシステム開発をするときの手伝いをしてほしいとか、まあ、そういうところから気づきつつ、じゃあ撮影にちょっと行きたいねみたいな形で、この前もそうだったんですけど、いろんなオンラインで仕事をさせてもらいつつ、オフラインの仕事が必要になったときにポッてくる。なので多分小さな出会いというか、仕事の出会いから始めていきつつやっていく、まあ、徐々に出会っていく。いきなり決める必要は全然ないと思ってますし、もっと言うといきなり鳥取って選ぶ必要ないと思ってるんですよね。そんな遠いところに、こんなまずはそれこそ近くの長野だったりとか山梨とか千葉とか、まあ、そういうところも含めて選びつつ、まあ、最終的な候補として、あるいはある一定の期間の候補として鳥取が選ばればいいんじゃないのかなと思いますよ。ただし鳥取も本気で仕事してますから、鳥取に来たら楽な仕事ができると思ってるのもちょっと違うと思ってるんですよね。やっぱり本気で我々もやってるので、本気のビジネスをやるっていう思いで来てほしいなっていうし、そういう人と働きたいと思ってるっていうのがありますよね。はい、いいですか、こんな答えで。すいません。ありがとうございます。他の皆さんはどうですか？ちょっと私からなんですけどね、さっきの高林さんがお話になったことが、実は先ほどありましたワークかバケーションか、そのプラスアルファのところの部分になるんですよね。仕事の受注でそこで、新たな、関わりができてきて、でその地域に入ってきた時に
まあ、一緒に、まあ、なかなか今コロナ禍で飲み交わすこともできないんですけど、膝を交えて話する中で、そんな課題があるんだとか、もしかしたらね、東京の方はなかなかわからないかもしれないですけど、地方はね、ビジネスチャンスがすごくあります。東京は例えば何かをデザインするって言ってもすぐ人脈をたどっていって、まあ、こういうところがある、こういうところがあるってあるかもしれませんけど、鳥取は本当に数少ない隙間だらけの部分なんです。その隙間のところに、東京の方の方の例えばスキルでありますとかアイデアでありますとか、こういったところが入り込むチャンスは十分あります。で、地方はただ単にそれで東京側に受注されると経済効果って全くないんですよね。外貨も稼ぐこともできません。その対価として地域の課題解決みたいなところでですね、何か見出してくると、そこからまた新たな交流、関係が始まる。こういったところをですね、もしかしたらワーケーションの中で、気づいていくことができるんじゃないかなと考えます。ありがとうございます。古田さんどうですか？はい。まあ、ワーケーション浸透に企業が動かないと難しいのかっていう質問でしたね。まあ、やっぱね、その仕事柄とかもあると思うんで、そもそもできるできないの仕事もあると思うんで、一概にはね、ちょっと言えないなと思うんですけど、で、まあね、自分は経営者やってるんで、まあ実際別の場所行っても仕事はできるっていうのがあるんで、だからできますよみんななんてちょっと言いにくいなとは思いながら、でもまあ結構個人のマインドセットかなと思っていて、なんか姫野さんとかさすがだなと思ったのが、別に、ワーケーションっていうイメージでやってるっていうよりは、ただ、仕事があって、その仕事をちゃんとアウトプットをちゃんとできて、できるんだったら別にどの場所でもいいじゃんと思ってこっそりやるって、別に経営者からしてみたら、どこでやってようが最低限のものとか、オフィスでやってたもの以上のクオリティを上げてくれれば、まあ、正直問題はないと思ってて、そこに対してそのワーケーション行ってきますってわざわざ言うのも企業が止めてるんだとしたらそれ結構バカだなと思ってて、もしバレたとしても、いやいやいや、でも私仕事としてちゃんと成果出せましたよねって言えるだけのなんかその準備をしてるんだったらなんかいいかなと思ってて。で、なんかまあ、ワーケーションだけじゃないんですけど、結局やっぱ個々のその責任というか、まあいい大人だし、まあ費用面も含めてだと思うんですけど、なんか、それで、ちゃんとね、最後、ケツは服で行くんだったら全然いけちゃうんじゃないかなとか思ったり、しますかね。ただやっぱり一番良くないのはね、ワーケーションつってバケーションの方が強くなっちゃって、結局地方に行ったけど仕事しなくてほうけて帰ってきましたになっちゃうと確かに良くないんだろうなとか思いますけど、はい。まさにそれはその通りだと思いますけどね。仕事なんで、なので仕事をどこでするかっていうだけの話で、成果はちゃんと出していき続けるっていう、まあ、ジョブスクリプション型っていう仕事の働き方っていうのはぜひ進めていきたいと思ってますし、私の社員にもそう言ってますし、鳥取でも浸透させていかなきゃいけない働き方だと思いますよね。と、すみません、口挟んですみませんでした。あ、とんでもないです。こう仕事を多分そうですよね、どこでするかっていうだけって考えると、確かにあなたも東京のどこに住んでるかは自分の費用で自分で住みたいとこ住んでるんだから、まあ、それとそこで働いてるのと同じことだよと思うんですが、うん、姫野さんも今回この交通費とかっていうのは確実なんですか？そうですね、まあ、ちょっと私はトライアルでやったのは、そのトライアルをするための、まあ、いくらか支援みたいなのを鳥取県からいただいてやったんですけど、まあ、足が出る分とかは自分でやってます。で、さっきの話、お話で言うと、多分ジョブスクリプション型のとかっていうのも、そういうところを目指したいなっていうのもあるんですけど、多分ほとんど働いてる人って大部分ゼロか100かでできないと思うんで、まあ、一部をやるぐらいの感じで気軽にやるのがいいのかなと思ってまして、で、私も普通に働いてて会わなきゃいけない仕事とかもあるし、現物使ってなんかやんなきゃいけないこととかもあるんで、ずっと行けって言われると厳しいんですけど、まあ、週単位で打ち合わせとかぐらいは多少調整できるんで、行く時にはそこでもできるようなことをなるべく集めておいて、いる時に打ち合わせするとか、あとテレワークの時も一緒なんですけど、大体その日の予定を
なんですかね、決めて朝から何時から何時ぐらいはこれやってこれやってって、まあ、仕事としてはちょっと当たり前なんだと思うんですけど、普段いつも行ってるとなかなか当たり前にできないようなこととかテレワークでやるとキャンセル気をつけないといけないんで、まあ、それを同じことをワーケーションで今回行った時にも、まあ、やったら全然うまくいきましたっていうところです。ありがとうございます。もしかするとこう個人が、まあ、まずは先立ってこうトライアルをしてみる、ただそれは自分で場所を選ぶから、まあ、場所はそれに関しては自分の費用だけど、企業側もまあそれを許すだったりとか、こうワーケーションはお休み中にやってくださいではなくて、まあ、業務の日にやっていいよっていう制度があったら、もしかしたらやりやすかったり、まあ、もしかしたら企業もこうどれだけビジネスとして上がるかっていう目線で見て、ちょっとこう研修型としてやってみるとか、なんかそういう導入でもいいのかもしれないですね。ありがとうございます。そしたらじゃあちょっとお時間になりましたので、次の質問に移りたいと思います。次の、ありがとうございます、パネルお願いいたします。9-4、ワーケーションに必要なことって何というものなんですが、ここはそうですね、ちょっと今ここにも書かせていただいたんですが、まあ、必要なことといってもそれぞれによって違うと思います、まあ、地域にとって、個人にとって、企業にとって、まあ、ちょっと先ほどの質問の続きにもなるかもしれないんですが、まあ、テクニカルな面でもマインドでも、ここはですね、ワーケーションに限らず、まあ、自分自身の理想のライフスタイルを実践するための新しい働き方の挑戦とかも含まれるかもしれないんですが、そしたらじゃあ高林さんどうですか、まあ、どれか一つでもいいですし、全体をとってでも大丈夫です、はいはい、ワーケーション必要なことですよね、はい、地域でもいいし、個人でも企業でも、やっぱり私ちょっと個人で話してますけど、私まだ3年目なんですよ、実は鳥取に帰ってきて、それまで二十何年間東京の方が長かったので、まだまだいわゆるよそ者、地元を知ってるよそ者なんですよね。だからそう考えると何が必要かっていうと、やっぱり地元への愛っていうのが必要になってくるのもあるんですけど、いわゆる働く価値観というか働く幸せ、そういったことをどう自分で考えるかっていうことだと思いますよね。働いてて充実感がある仕事って自分で何なんだろうかっていうところを自分なりに考えてみるっていうことをまずやってみるっていうことだと思うんですね。結局働かなきゃいけないんで、働くんだったら楽しくいかなきゃいけない、そういったことをどう考えていくかっていうことなのかなというふうに思いますね。ちょっと抽象的なことですみませんが、はい、ありがとうございます。ちなみに石塚さんどうですか。なかなか難しい質問だと思うんですけど、まあ、サプライヤー側からしたらですね、おそらくこれから競争の時代って先ほども講演の中でお話しさせていただいたんですが、まあ、多分費用面のことはね、これから来てください来てくださいが始まると思うんですよね。である意味もう個人からしたらほんの少しの勇気なのかもしれません。姫野さんが言われた、まあ、バレないようにっていうのがスタートを切るっていう場合もね、これ本当に勉強にこちらの方もなるんですけど、そこに響くものがあれば、まあ、鳥取じゃなくてもね、全国いろんなところがこれからワーケーションワーケーションって始めると思うんですけど、ほんの少しの勇気が実はその第一歩かもしれません。講演でも言ったようにワーケーションっていう言葉に踊らされたり一人歩きしないように、自分として生き方とか働き方、まあ、仕事なのでね、いずれにしても仕事、これはもう間違いないところですので、ほんの少しの勇気っていうのが、うん、きっかけになるかもしれないですね。ちなみに企業っていう切り口だとどう思いますか。そうですね、企業ってやっぱりね、今日の講演でも言った通り、どうしても管理したくなるんですよ。管理するのがまあ仕事だみたいな、そういう部門もあるんで、ちょっとね、今日もしかしたら視聴者の方でそういう部門の方も、人事とかね、管理部門の方もいらっしゃるかもしれませんけど、ただやっぱりそれぞれ企業なりにも特色っていうか色も出していく時代にはなってきてます。講演でも言ったように、もう完全にこれパラダイムシフトですので、ちょっとね、とある企業さん、うちのビルの中にある、まあ、保険系の企業さんなんですけど、もうこれからはテレワークだリモートワークだって推進してたんですけど、ちょっとコロナが一旦収まった時に全員集合っていうのがかかったらしいっていう話もあったんですよね。でもそれが現実かもしれません。やっぱり人事管理部門の方は企業からしたら、どうしても顔を突き合わせて会議をしましたみたいな感じで、それが実績だっていう感じです。成果とか
まあ、あの結果じゃありません。仕事でもここまでの期間にどこにいてもできて、これが成果ですっていうのができるんだったら評価するような、先ほどの高林さんの話、これが日本で浸透するまでにはまだまだ時間かかるかもしれませんね。ありがとうございます。古田さん、いかがでしょうか。すみません、全然何も考えてなかったんですけどワーケーションに必要なことでしたっけ。そうですね、はい、まあ、地域でも、地域だとまさに多分、まあ、古田さんなんかはこうコワーキングスペースをやっているので、はいはいはい、まあ、いろんな方が、はい、まあ、いろんな地域から来られてドロップインというか、まあ、そうですね、一日利用とかも結構多いですね。東京の方とかもやっぱ多いですし、はい、そうなった時にもしかしたらこれから地域も整えていかないといけないかもしれないものとかって、なんかどんなものがあるのかなと思うんですが。あ、でもやっぱりね、まあ、地域はとにかくやっぱ働ける環境とか、そういう Wi-Fi とかはもちろん今ですらやっぱないところも多いんで、そういうのは当たり前だと思いますし、あとこのはやぶさラボでいうと、僕ら大切にしてるのはそのコミュニティマネージャーっていう存在がいるんですね。この人何してるかっていうと、まあ、場作り、この場所で働く人たちをにこう声をかけたりとか、人と人をつないだりとか、人と地域をつないだりっていう役割をしていて、なんかこう外からまあただ人が来るだけだと多分その人孤立しちゃうし、何しようってなるんですけど、なんかそういった人にちゃんとこう、あ、じゃあこういうことができますよとか、お昼ここが美味しいですよとか、あ、そういえばそういう仕事だったらこういうおじいちゃんいるからちょっと会ってもらえませんかとかって言ってくれるような、やっぱマネージャー機能みたいなのが必要かなと思っていて、なんかまあそういったのは地域には必要になってくるかなとは思いますね。でもそれ私入居してますけど、まあ、コミュニティマネージャーめっちゃすごい、はい、すごいですよ。いい方ですよ。びっくりした、何もしてくれてないじゃないですかとか言って怒るかと思ってます。いやいやいや、それはあのおいおいですし、でも本当よくしてると思いますよ、若い。はい、はい、でもやっぱり、多分すごい、ね、すごい重要だと思いますね。なんかやっぱその行政の仕組みとかだけじゃそこってどうしようもできなくて、多分お金の補助をしたところでやっぱりそれってできなくて、ただ補助取ってきたはいいけどほっとかれてるって、多分いい思い出がないとかになっちゃうと、なんか継続的にそういうワーケーションみたいなのもなくなるだろうなと思いますし、なのでやっぱそういったその世話焼きというかみたいな人がいないと厳しいんじゃないかなとは思いますね。はい、でまあ東京の方の個人の方ですと、やっぱりね、どうしてもやっぱその企業の特性とか、その企業がじゃあどうできるのかどうかっていうところが多分一番の論点とかになってくると思うんですけど、多分結構な確率で、まあ、ワーケーションという言葉なのかどうか分かんないですけど、まあ、多分そういった時代が来るというか、まあ、国もこんだけ金を押してて、ね、企業もやらざるを得ない、働き方改革とかも含めてやらざるを得ない中で、もうワーケーションしなきゃいけないっていう時代が来たとしたら自分どうするんだろうみたいなのをなんか考えて準備しとくのがいいのかなと思っていて、なんか今まあ無理にしろって言っても難しいかもしれないんですけど、例えばその仕事を結構テレワークでもできる方法を模索しとくとか、なんか元々の自分の地元とかの友達とかに最近どうって連絡取るだけでもいいと思うんですよね。でこういう仕事やってんだけど最近お前どうよみたいなとこから、なんか実はそっちの県外でも別の仕事としてちょっと受けれそうなものとかが出てくるかもしれないし、なんかまずその最初からワーケーションをしようって考えるんではなくて、なんかそのための準備は何が必要なんだっけみたいなのを多分棚卸しをしておくことが重要なのかなと。でなんか結構その交通費とかいろいろな経費とかっていうのは多分大変にはなってくるけど、まあ、そういうのもね、補助とかが多分出始めるんで、なんかその辺はなんとかなるんじゃないかなとは思いながら、はい、古田さん、ね、はい、あのね、まあ、ニーズがあって、今は人の話が中心だったけど、今度あのハードの話で古田君のところコワーキングスペース新しく、ね、はい、出そうかって、ね、ちょっとこの辺りもね、ニーズがあるからとか、まあ、古田君なりの考えっていうのを皆さんにちょっと話して。そうですね、うちはですね、今そのシェアオフィスが14部屋全部満室で、でコワーキングスペースも合わせると40社ぐらいが、まあ、本当に地方の本当片田舎なんですけど入居していて、でそれこそ東京の企業とかも入っ月契約で入って、そこの社員を何人か送り込んだりとかもしてる会社もあったりとかするんですけど、やっぱこのコロナになってからですね、結構県外の
やっぱ会社からの問い合わせがちらほらやっぱ出るようになって、でそれはですね、その企業が完全サテライトっていうよりは、なんかそのうちの企業をワーケーションみたいな形で行かせた時に、その人が働ける場所をキープしたいっていうので、なんかそういうオフィス借りれないかみたいな声がちらほらあって、で、まあ、そういうのもあってですね、ちょっと町と、協力して、このシェアオフィスとはもう工程があるんですけど、 この校舎の前にその工程にコンテナオフィスみたいなのを3棟建ててちょっと増築しようとしてるんですね。でやっぱり今回のコロナですごい感じたのは、結構やっぱ企業も働き方をすごい模索していて、で実際東京の上場企業の方からも、なんかその社員育成として、うちのコミュニティマネージャーと古田君でその社員教育みたいなことできないかっていう実は相談があったりとかで、それでなんかその縁を作って、日々こうやって送り込むようなこととかをしていけないかなとか、そういう声とかもやっぱあるんで、なんかちょっとずつですけどそういう動きはこういう鳥取ですらやっぱあるんで、例えば千葉とか埼玉とかだと結構ねやりやすいと思うんで、あると思いますけどね。はい、サプライヤー側がそういったハードの準備もするところで、姫野さん今回鳥取で経験していただいたんですが、こういう地方の動き、都市部から見た地方の動きはいかがでしょうかね、サプライヤー側として。あ、そうですね、まさにそういうのも求めて行ったところもあるんで、そういうのは広がってほしいなと思います。最低限必要だなと思ったのはやっぱり Wi-Fi の環境と、あとその一日の仕事の中でも、例えば打ち合わせとか電話し、テレビ会議したいよっていう時もあるし、一人でちょっと集中してやりたい時もあるし、いろんな周りの雰囲気を感じながらちょっと考え事したいよっていう時もあるんで、同じ一日の中でもちょっと場所を変えてできるような、例えばことができると使いやすいなと思いました。ありがとうございます。今ちょっといっぱいたくさんのキーワードが出てきて、いいなと思ったことがあったんですけれども、実際にこうワーケーションをする中で、せっかくこう行ってもなんかこう人と交流することがいいと言われても、なかなか会う機会も話す機会もなかったよっていう方が、やっぱり正直多いなと思ったんですよ。なので、先ほど古田さんからあった、世話役というのが地域にいるっていうのは、確かにもしかするとこう普通に働く環境以外のところでもその地域を選んでもらうメリットにすごくなるんだろうなっていうのを、なんか本当に感じました。実際姫野さんあれですよね、行かれた時にはこう多分日数も短かったので、温泉が好きだから温泉行くとかはあったかと思うんですが、なかなか地域の方とは話す機会があんまりなかったともお伺いしていて。あ、そうなんですよ。その話聞いてて、今聞いてよかったなと思ったのは、そういう方がいて声をかけてくれて、ちょっとご飯食べながら周りの街見たりとか、なんか課題みたいなお題とかちょっと投げかけてくれたら、ちょっといろいろ考えたいなっていうのはありました。で今回は、もっと自分の欲望にというか、仕事して温泉入りたいみたいな、そういうちょっと希望に基づいていったんで、ちょっとそういう機会自分から積極的に作ってなかったんですけど、今住んでるようなところも神奈川なんですけど、ちょっと田舎みたいなところなんで、そういう課題解決みたいなことってやっぱりあって、でそこには私がいる時に溶け込んだ時に、やっぱりいろんな人から話しかけられて、今地域の活動みたいのをしてるんで、そういうのがあると入りやすいなっていうのは思います。ありがとうございます。あとはなんかもう一つ、東京の企業からもサテライトオフィスではないけれども、ワーケーションのワークの先の場所として、ある意味会社がちょっとこう管理もできるようにとか、安全確保できるように、こうしっかり各地になんかこう受け皿をこうお願いしようとしているという動きが実はちょっと初めて聞きまして、実際企業がそんな風に動いてくれたら私は結構嬉しいなと思ったんですよね。なんで もしかするとこういったものが広がっていくと、こう企業もなんていうんですかね、こうリフレッシュのためだけというよりも、もしかしたら社員が成長する機会としてうまく捉えてなんか使っていったらいいなっていうのをすごく感じました。うん、
多分企業はこれ多分この福利厚生というか採用の部分で特にベンチャーとかっていうのは多分どんどん取り入れていくようになるはずだと思ってて、やっぱスタートアップのエンジニアとかってやっぱ取れないじゃないですか今東京で。そんな時にいや出社しろよってもうアホじゃねみたいな時代で、でさらにそれが別に自宅のリモートプラステレワークので効率アップさせるなら、金出しますよみたいな福利厚生多分全然安いと思うんですよね。だそういった動きっていうのは全然多分出てくるなと、まあ、実際あの問い合わせ来たのも、まあ、東京の方のスタートアップとかもあったんで、はい、だ採用っていうのは多分これから人が減っていくのでより、ね、企業は特に新参企業とかは取り入れたいだろうなっていうのは感じましたけどね。でもあとありました中小企業の方なんですけど、大体小規模事業者の役員さんが相談として地方の経営者の人と顧問契約をするみたいなという、私もいくつかやってますし、実は何社か私はやってるんですよね。それって東京でもし会社が止まってしまった時に地方の経営者の人が東京で会社をコントロールしていくっていうこと、だそういったことをしながら役員間同士で情報交換をしながら会社の今後それこそ大地震が起きるとかいくつかそういった自然災害も含めて地方で、もう一個会社が止まらない機能として地方を活用するみたいなことを特にちっちゃい会社さんはよく相談をされるケースが最近は実は多いですよね。高林さん、あの今の中でね、うん、例えば今兼業とか副業っていうのもかなり、うん、まあ、従業員側ですよ、経営者側じゃなしに従業員側、そういったところの流れもあるんですけど、このあたりどうなんでしょうかね。で従業員側でいくと、実は、まあ、あの大きな会社さんでいくと、私45なんですけど、そろそろ早期退職とかみたいな大きな会社の中での話が起きてるときに、高林、ちょっと地方どうなんっていうのはよく実を言うと、私も東京長いんで、関係してる会社さんからご相談を受けたりとか、そういうのは実はあるんですよね。なので、ぜひ来てくださいよって言って、本気の人待ってますからって、皆さんみたいなプロフェッショナルって、絶対に必要ですからっていう話をさせてもらったんですよね。ありがとうございます。もしかするとちょっと今のお話次の最後の質問にいい感じに結びつきそうなんですが、でちょっと最後のパネルお願いいたします。最後にですね、自分の理想の暮らしや思いをまあ実行している、まあ、皆さんにもお伺いしたいんですけれども、これからどんなふうに私たちの働き方や企業の在り方が変わっていくと思いますか。今本当にこうちょっとそんな企業ができ始めてるんだとか、そういう考えし始めた人いるんだとは、パラレルキャリアとか、まあ、いろんな働き方されてる方いるんだなと思ったんですが、ちょっとこれはですね、あの最後のご質問になるので、お一人様ずつお伺いしていきたいと思います。これからどんな風に私たちの働き方や企業の在り方が変わっていくのか、高林さんからお願いいたします。はい、あの最初にも話したんですけど、やっぱり働く楽しさというところって何なんだろうかというところを考えていくということだと思ってます。ちょっと遠いですか、これ大丈夫ですか。でただこれって実を言うと地方の企業もそうしていかなきゃいけないんですよね。で私みたいにある意味働く場所は地方で、家プライベートというか、実際、まあ、バケーションする場所は東京みたいなことで、東京がワーケーション先になる人たちも増えてくると思うんですよね。だそういったふうなこととか、鳥取も変わらなきゃいけないし、東京の企業ももちろん変わっていかなきゃいけない。だから鳥取の経営者の皆さんにも私はいつもよく言ってるんですよね。やっぱ自分たちが変わっていかないと、このワーケーションっていう形だったりとか、東京の人たちと仕事をするということが成立しないよ。だからこそ、そうやって働く意義、楽しさということを考えていかなきゃいけないよねっていうのを、今後もやっていかなきゃいけないし、私もそういうことをやっていきたいというふうには思っています。ありがとうございます。では続いて古田さん、お願いいたします。はい、ですね、まあまあ、ちょっとね、さっきの話とかにあの近くて、まあ、さっきのやつをちょっとあの早く出しすぎたなとちょっと今後悔してるんですけど、はい、やっぱりね、その企業も多分絶対的に変わっていくであろうと思ってますし、まあ、そもそもね、こんなテレワークなんて、まあね、スタートアップ業界ではもう10年ぐらい前から言われてた話で、もう無駄だよねって、会ってミーティングとか無駄だよって言われてたものが、まあ、コロナで一気にガッと変わんなきゃいけないよねって言ってたのが、まあ、変わらざるを得なくなった時代になってると思うんで、
まあ、それはもう必然的にこう変わっていくんだろうなと思っていて、でそうなっていくとやっぱ企業のあり方もやっぱすごい変わっていくだろうと思っていて、でさらにそのテクノロジーが進んでいくとはっきり言って、あの今までみたいに今大企業も含めて一つそんなにいらなくなる可能性とかもやっぱ高いと思うんですけど、でそうなった時に、あのなんていうんですかね、これからの時代ってやっぱり個の時代なんじゃないかなとはちょっと思っていて、やはりその個人個人がどういうスキルを習得しているのかとか、自分がじゃあそのじゃあ急にこうワーケーション、じゃあもううちの企業は7割ワーケーションやってくださいってなった時に、あのそれが実際じゃあやってよって言われた時にできる能力がちゃんとあるのかとか、できる準備できてんのかみたいなことがすごい問われると思っていて、で実際になんかそのこういったそのそういったことのためにこうスキルをつけておこうとか、なんかそういったことがまあすごい大切になってくるのかなと思いますね。でね、こうやってまあ人も減っていくしテクノロジーも増えていくしって中で、やっぱり個人個人が優秀な人とかはどんどん多分1社だけじゃなくて2社3社って多分やって、あの手伝うような人とかも出ていくし、人も多分シェアしていく時代になっていくと思うんで、そんな時になんか、選ばれる人になれてるのかどうかっていうのが結局多分重要で、で多分それをなれないんだとしたら多分ワーケーションとかも結構夢の話なんじゃないかなみたいな、ちょっと厳しいことを言いますと、多分これってもう企業がとか行政がとか補助金がとかって話じゃなくて、その個人個人がそれができる能力があるのかどうか、まあ、資金も含めてみたいなことに極論多分なっていくと思うので、そのなんか準備をちゃんとやっていけれるかなみたいな、で逆に言うとその地域においても、まあ、じゃあ県外から人が来てくれたら、まあ、別にこれワーケーションって話じゃないんですけど、県外から人が来てくれたら一概に嬉しいのかっていうと、多分僕そうでもないと思っていて、よく観光とか、まあね、行政とかの人たちは人来てください来てくださいって言うんですけど、あの会社っていうか、まあ事業をやってる人たちからするとどうでもいい人来てもどうしようもないよねみたいなところもやっぱ若干あって、なのにあのいや俺は東京から来たからすげえできんだよみたいな目線で物を喋られても鬱陶しいなみたいなのもやっぱあるんですよね。で、まあ、そんな言い方したらね、あの今ワーケーション来てくださいって言ってるのにあの台無しにしちゃうあれなんですけど、なんていうかその、うん、だから地方に行ったらあの喜ばれるんでしょ、地域活性化してほしいんでしょみたいな時代でもなくなってくると思いますね。逆に地方も下手したらあの誰に来てもらうかって選ぶような時代にもなる可能性もあるんじゃないかと。まあ地方はだからそういうふうになっていかないとダメですよね。うちはこういう人材でこういうことをできる人にこんぐらいの期間ちゃんと来てほしいとか、なんかそういったこともちゃんと地方も言えるように なるためには自分たちも頑張っていかないといけないしっていうふうな、ちょっとどちらかったんですけど、まあそんな感じのことを思います。はい、すごい嫌なやつで最後締めたんですけどありがとうございます。いやもうめちゃくちゃグッときています。ちょっと頑張ろうと。ありがとうございます。で最後姫野さんお願いいたします。はい、あのそうですね、今あの2人方話されたのってあの経営側とかあの地域側からの観点でいろいろ話されたんで、ちょっと私はあの一仕事、まあ、する人側っていうかからのちょっと気持ちで話したいんですけど、あの結論はなんかちょっと似てるかなと思ってるんですけど、あのこれからあの、まあ、自分がやりたい仕事とか楽しいと思える仕事をあのそうやってあのずっと一緒じゃないし、あのその、ね、日が経つにくれて変わったりとか気が変わったりとか別の面白いことを見つけてやっぱりこっちやりたいみたいな、そういうの出て、まあ、来るものなんで、そういうのをなんかこう諦めずに両方できるっていうようなやり方にちょっと近づきつつあるのかなっていうふうに思いました。あの副業、それがあの兼業とか副業とかあの地域に行ってとかっていうところと、まあ、同じことだと思うんですけど、なんかでそういう人たちが まあ、ある企業が、まあ、やることも目的あると思うんですけど、まあ、そういうところにあのちょうど入れるような人たちが入って、まあ、一仕事やって終わってまた次の仕事みたいな、こうプロジェクトアサインして仕事して解散してみたいなのが、まあ、企業は求めてるんですけど、自分たちとしてもそれがなんかちょうど居心地がいいっていうか、まあ、一仕事終わったからちょうど飽きてきたからまた次のことやろうみたいな
のをなんかこう緩い感じで徐々に変わっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、そういうふうなことを目指してやっていければいいなと思ってます。ありがとうございます。今すみません、最後とお話ししたんですけれども、石塚さんからも一言お願いいたします。そうですね、なんか古田君が全て持っていっちゃった感じですね、うん、なかなかこういう場で、ね、本音言えるっていうのは少ないと思うんですよ。でも今回実はね、まあ、高林さんにしろ古田君にしろ人選したっていうのは地方においてもこういう新しい、まあその2まあ、多拠点、2拠点っていう働き方もしてますし、やっぱ自分の思いを持った人間ってね、集まってくるしすぐつながるんですよね。まあ、今回交流も一つのテーマだったんですけど、先ほどの講演でもありましたけど、都市か地方かじゃなしに、本当に都市も地方もっていう時代が必ずいます。パラダイムシフト、本当に価値観全く変わってきていますし、我々、今日のリスナーさんも含めて、我々その真っ最中にいるわけです。歴史の証人なんですよね。だから誰が成功するのかどうかっていうのは、本当は3年先とか、もしかしたら半年先を見据えた人間が成功するかもしれません。そういうきっかけになる、考えるテーマになったら、まあ我々自身の働き方とか生き方、暮らし方っていうのが、答えが見出せるんじゃないかなという、この曖昧な締め方になったんですけど、最後は司会の三橋さんに返します。ありがとうございます。ありがとうございます。もっとお話を聞いていたいんですが、ちょっと時間が来てしまいましたので、以上をもちましてパネルディスカッションを終了とさせていただきます。すいません、本来であればちょっとこのまま Q&A コーナーに移らせていただきたかったんですが、実はあと4分となってしまったので、今日今来ておりますご質問に関してはこの後ですね、まあお答えできそうな方に確認をして、サンクスメールでご連絡をさせていただきますので、ご容赦くださいませ。ではすみません、改めましてになりますが、本日講師の石塚様、パネリストの皆様、本日は貴重なお時間をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ特に来てください。ウェブサラボに皆さん一度来てください。待ってます。ウェブサラボ待ってます。ぜひ来てね。いや本当にすみません、もっと鳥取の良さをこう出せる時間があったらよかったと思うんですけど、今みたいな雰囲気で皆さん温かく迎えてくれると思います。行きたいですね。ゆのさん待ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では皆さんのマイクとカメラをオフにしていただいて。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。では、最後の10分間でですね、JMAM 社が開発、HIS もツアーの実施と広報活動のパートナーとして参画をしておりますラーニングワーケーションヒアゼアのご案内と、9月より順次開催されます、モニターツアーのご案内をさせていただきます。ヒアゼアは会員制のイノベーション人材育成プログラムです。東京での学びをベースに国内外のさまざまな地域での独自のプログラムを相互に体験いたします。座学では得られないリアルな体験による学びとバックグラウンドが異なる人たちの交流を通じて内省し、自分の頭で考えて行動する力を養います。展開エリアはご覧の通りです。各地域ならではの人や文化、環境といった資源を教材にしたプログラムから年に2回自由に選んで参加することができます。地域を訪れ、フィールドワークや人々との対話から深い気づきを得ていきます。そこで十分な内省な時間を過ごすことで新たな問いを立てるセンスを磨いていきます。次お願いします。今年度のスケジュールです。徹底したコロナウイルス対策を大前提として2020年9月に鳥取県で、今日話をした鳥取県で第1弾を予定しております。年間プログラムの具体例をお伝えさせていただきます。次お願いいたします。例えばですね、本日お話の舞台でした鳥取県では、砂丘でサスティナビリティを考える4日間を過ごしていただきます。地球環境変化という課題に最前線で挑戦を続ける専門家との交流を通じて、地球規模で起こっている事実への理解を深め、自分は何ができるのかを考えるプログラムです。次お願いいたします。本日はご参加をいただきました皆様にモニターツアーのご案内させていただきます。
次にご紹介いたします4つの地域へ合計で27名無料ご招待いたします。なおこの人数はですね、7月から開催されましたイベントから12月までの計8回のイベントでの合計数となります。次お願いいたします。ご案内地域はこちらの4地域です。本日お話しいたしました鳥取県、そして新潟県妙高市、岩手県釜石市、岩手県山田町となっております。次お願いいたします。退出後のアンケートにてご希望された方へモニターツアーのご案内をお送りさせていただきます。現在鳥取県を募集しておりますので、本日ご希望の方には、週明けですね、鳥取県コースのご案内をお送りいたし、以降のコースについては最終調整中となりますので、ツアー内容確定後ご案内を順次お送りさせていただきます。なおヒアゼアのプログラムはすべて現地合流となり、今回の費用の現地までの移動費は含まれておりませんのでご注意くださいませ。次お願いいたします。また参加の条件がございます。参加コースの全日程参加できること、モニターツアー内でのお写真を今後の PR 素材として二次利用に承諾いただけること、その他記載のような条件がございます。詳しくはご案内メールにてお伝えをさせていただきます。申し込み回数制限はなく、すべてのコースにお申し込みは可能ですが、1コースずつの順次ご案内となります。あっという間に、1時間30分のプログラムが終了いたしました。最後にご案内がございます。お願いいたします。退出後画面に表示されますアンケートにご協力をお願いいたします。次に承認制コミュニティ働き方改革ラボという、Facebook のコミュニティを作りました。加入希望者は退出後のアンケートにご記入ください。そして、こちら HS からのご案内です。 HS 法人事業部では企業様のビジネスのヒントとなるようなセミナーを随時お届けしております。発信の場の一つとして Twitter HS 公式アカウントを作りましたので ぜひチェックお願いいたします。続いて今後のセミナーのご案内をさせていただきます。来月以降もワーケーションのイベントを実施いたします。次回は9月の14日月曜日に19時30分より新潟県の妙高市の皆さんをゲストに再び地域のワーケーションのを深掘りしていきます。来週には申し込み開始となりますのでよろしくお願いいたします。それでは以上をもちましてセミナーは終了となります。最後ヒアゼアのプロモーション動画を流させていただきます。3分ほどとなりますが、ぜひ最後までご覧いただいて、ご退出いただけますと幸いです。それでは、本日ありがとうございました。さまざまな人たちとの交流が想像力を刺激する。遠く離れた場所での特別な体験が五感を解放する。人生の大切なことを知り学びながら生き方を見つめ直し、そして深めていく。さあ、自分という広大な世界を旅しよう。Here thereMy月、東京やその近郊で幅広い年齢、職業、趣味、思考を持ったメンバー同士の交流や新しい体験ができるワークショップをプロデュース。インスピレーションを高め、新たな学びが得られます。 Mythiki、いろんなテーマを設定し、全国各地で数泊の体験プログラムを実施。その度、その土地でしかできない特別な体験によって、自分らしい生き方を見つめ直すことができます。また、リモートワーク環境も充実。いつもとは違う場所で働くことで、新しいアイデアが生まれるかも。ゼアは、例えば和歌山では、こんなプログラムをご用意しています。太古の昔より、よみがえりの地と言われる熊野。
世界遺産として有名な小道を歩きながら自分と向き合っていく。さらに本宮大社へ、ありのままの自分を見つめながら心を少しずつ整えていく。自然豊かな環境で快適に仕事ができたり、リラックスして読書を楽しむ時間もあります。正解がないと言われる現代、座学ではなく様々な体験による学びを通じて問いを生み出す力を養っていく。働くとは何か、自分とは何か、これからを生きるための本質がきっと見えてくる。 Here There 生きるを学ぶメンバーシップ。さまざまな人たちとの交流が想像力を刺激する。遠く離れた場所での特別な体験が五感を解放する。人生の大切なことを知り学びながら生き方を見つめ直し、そして深めていく。さあ、自分という広大な世界を旅しよう。Here, there.毎月東京やその近郊で幅広い年齢、職業、趣味、嗜好を持ったメンバー同士の交流や新しい体験ができるワークショップをプロデュース。インスピレーションを高め、新たな学びが得られます。毎月いろんなテーマを設定し、全国各地で数泊の体験プログラムを実施。その度その土地でしかできない特別な体験によって自分らしい生き方を見つめ直すことができます。またリモートワーク環境も充実。いつもとは違う場所で働くことで新しいアイデアが生まれるかも。ゼアは例えば和歌山ではこんなプログラムをご用意しています。太古の昔よりよみがえりの地と言われる熊野、世界遺産として有名な小道を歩きながら自分と向き合っていく。さらに本宮大社へ、ありのままの自分を見つめながら心を少しずつ整えていく。自然豊かな環境で快適に仕事ができたり、リラックスして読書を楽しむ時間もあります。正解がないと言われる現代、座学ではなく様々な体験による学びを通じて問いを生み出す力を養っていく。働くとは何か、自分とは何か、これからを生きるための本質がきっと見えてくる。 Here, There 生きるを学ぶメンバーシップ。